どうも皆さん、おはこんばんにちは、お父ちゃんです。続きをね、ペナンブラやっていきたいと思います。どうも皆さん、ビーフジャーキーですとかじゃないからね。おほう、ここに来たのはいいんだが、これはなんだ、同じものが使われてる。これはあ、いや、後ろに、あ、でだよ、これはもうインディ・ジョーンズでしょ。テーテレテーテーテレー、6番でニッパーでドン、よし、テーテレテーテーテレーテーテー、あれ乗るんじゃないのか、こうちょっと押して、まだか、もうちょっと前に行かないとダメかな、こうしてさあ行け、あ、行かないな、もう少し前か、行け、そうだ、あれなんか思い通りにか、あー、ちょっと行け、あ、あれなんか別に乗らなくていい感じかな、行け、え、なんか予想と違う、違う、な、あー、え、これは何のためにあったの、隠し部屋みたいなのがあるな、はぁ、集団と名もない男がいた。地獄への入り口を開けたのは彼だ。彼は歯を見せて笑っていた。ニコ、実に恐ろしい男だ。彼はもだえ苦しむ男たちを観察して振り返る。それでも父はその手に握ってる何か重大なものを見つめていた。なんだろうね。彼らは私だ。私は箱の中にいる。だが外にもいる。私はこの事態を理解できない。どういうことだろうね。プロジェクターがあるぞ。ポチッとな。なんだ。色あせているが、ある種の関係動物、クローズアップのように見える。なんだ。明るいからか、うん、動物、ワームかな、あ、でもここにあるのグレイロックワーム、グレイロックワームという名前なのか、はあ、グレイウォック、ウォック、うわ、大丈夫、これ動き出したりしね、気持ち悪い、解剖していたのか、研究していたんだね、なんだこれは、あ、ぐちゃぐちゃ言うこれ、ちょ、はい、よし、悪ふざけはここまでだ、手を洗っといた方がいいんじゃないか、手は洗えないな、この壁は、さあ、どうせ何も入ってないんだろ、入っていない、扉があるな、何、え、ドライバーで、ドライバーでうまく回せばいけるんじゃないか、7番、ただドアの向こう側に押し出しても何もならない、押し出した後にドアの下から鍵を回収する必要がある、え、なんだろうな、どうすれば、頭を使え、音じゃ、紐みたいな何かあれば下から上げていくか、お、古い新聞を手に入れた、あ、新聞を下に引いて押し出して新聞はーっつって、新聞はーっていうのもおかしいけど、ほら頭良すぎるだろう俺、ほほ、テンションが上がっております。さて7番、はっ、落ちた、あれ、おお、結構でかいね、
で、この鍵をオープンセサミ、開いたぞ。なんかすごい嫌な予感がするぞ。あにりりりだ、やだ、俺こんなとこ、ナメクジ、これ、俺の知ってるナメクジと大きさが全然違う。ナメクジ、血と病気が蔓延している。これは、ああ死んでるのか。散らかりようから言って、巨大なものが部屋に押し入った。ここ、いや、さすがにここは通らないだろう。何かないかな。何もないな。何かアイテムがあるはずだ。なんか入ってる。何か入ってる、これ。あ、ほう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 、自殺して終わっているんだが、どこで自殺したんだ。それに何か、でも、この椅子で首をつって、いや、そうだな、この椅子で首をつった後に、しかもあれが来て食べられたってことか。他に何もないのか。ここを、ここを通る感じではないと思うんだけどな。うん、通れないな。電気あるやないかい。ああ、なんだこれは。そんな急にホラー要素があったの。すごいな、この裏にも書いてあるぞ。あ、なんだ。While you hunt for those delicate melt in your mouth mousy morsels, there are places you should not go for fear of death.The Reaper lives here, just like you and I. And just like you and I, he must ingest the living flesh of those less fortunate than him. There is a small place that I do not want you to visit, even on your holidays, because it is dark and evil place that I've been. When the darkness has overwhelmed my small decaying mind, some bad things flowed from my mind and through my pen.The brilliant blue ink itself、seemed to turn to blood and to my grace. And by the way, should you turn peckish, red is at its finest sautéed with a little engine oil. この部屋はこれだけかな。何か使えそうなアイテムとかない。とりあえず、まあ話の流れ的には、そのグレイロックワーム？なんだこれ？なんだこれ？切り抜きか。オッケー。特にね、書かれてないと思うな。それだけか。とりあえずじゃあ戻ろうか。ああ、通れるようになったぞ。はい、ただいま。ワンちゃんがいるんだったな。シャフト12。ワンちゃん。
チーズ、チーズ。さて、私は今どの辺を歩いてるんだ。やばいな。どうしよう。どこまで来る。帰って行ったかな。いないな。あくねえ。これはなんだ。使えそう。使えそうって言ってもない。あ、やばいな。閉めて。すぐそこまで来てる。やばい。ああ、パイプを操作するレバーこっちにあるんだな。帰って。よし。オッケー。ノー。蒸気は出たけど、あの蒸気で倒すってことなのか。あ、オーケー、ビーフジャーキーだこれは。わかったぞみんな、ビーフジャーキーオンライン。本当にビーフジャーキーできるのかな。お、ビーフジャーキータイムオンライン。ゴー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 、食べろ食べろ。さらばだ、ワンチャンオフライン。強い蒸気。待って、なんか結構あーんとか言いながらこう。ノーノー。あ、仲間を呼んだ。タタンタンタン。あ、あくまで一時的の足止めにしかならないのか。鍵がかかってる。そうだ、入ってこい。あ、やばい。あ、やばい、これ自分が。あん、何が焦っている。私はこっちだぞ。おー、入った。何、頭がいいな。ちょっとね、犬の方が頭良かったんだよね今の。ちょっと犬の方が数倍俺より頭いいんじゃないかなこれな。そんな罠には引っかからないみたいな感じ。ちょっと軽くやられてしまったけどね。触れるな。私のドラム缶に触れるんじゃない。そらどこか行け。まだその時ではない。仲間を呼ぶんじゃない。仲間を呼ぶのは反則だ。音楽が静まったらワンちゃん。
何？私の姿に気づいてないだと？気づいてないな。しょうがない。ビーフジャーキーだ。私の勝ちだ。よし。まずい。ビーフジャーキーをここぞとばかりに使ってやろうではないか。ほら、こいつが欲しいんだろう。こっちだ。こっちについてこい。あ、やばい。やばいやばい。お尻のビーフジャーキー取れる。どうした？やばい！お尻か！普通に倒して。待って。あっ！使えなくなった！動けない！犬が挟まってる！ああ！引っかかって閉じれなくなってしまった。ちょっと痛いな。これであらかた片付けただろう。あ、あ、やば。警戒しているな。さあ、どうしたものか。先制攻撃をして、いや、回復しないといけない。よし、よし、逃げるだと。来い、そう、やいて、よし、倒した、倒したね。OK、倒したな。さあ、これでゆっくりに探検できる。これは一番最初来た道でしょ。暗証番号だよな。ここにもあのビーフジャーキーエリアが。シャフト13。よし。やっとシャフト13な気がする。はい、来たね。まあちょっとね、35分ぐらいになってるんですけども、ね、犬と戦ってるところでね、もう多分大体カットなんでね。この先進んでいきますよ。まだ延長だ。不安定。これ雲タイムじゃないか。もう雲の音するもん。そう来たか。なぜこの場所は私を殺そうとする。落ち着かなくては。あ、もっとこれ、なぜなんだみたいな感じだね。あー、ダメなんだな、これは。あー、やめてくれ、頼む。俺が何したってんだ。よし、スパイダーハンター、頼む、やめてくれ、本当にやめてくれ。どっちだ。いじゃー。
やめてくれ。あ、出れた。穴を塞げ。いや、全然そんな。こっちか。お、すべてのドアのセキュリティコード。ほうほう。それで肝心のそのセキュリティコードの番号みたいな、お、コード表をロッカーから持ち出したら一度検証。なんかロッカーに入ってるはず。オッケー、ロッカーか。お、ビーフジャーキーだ。回復薬と。すごい、このちょっと不安を煽るような感じの音楽止めていただけないでしょうかね。あ、いや違う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 、頼む、少しでも俺を安全な身にしてくれ。うまくはまらない。あ、いいんじゃないか。ロッカーか、ビーフジャーキーだ。ビーフジャーキーやった。椅子邪魔だ。私の邪魔をするな。今気が立ってる。開かない。靴だ。うん、どこだ。ナイス。ビーフジャーキーとこれな、ない。あ、こっちか。無線。 Unless my friends lie somewhere now. A friend indeed is a friend indeed. But a friend だ。あら、それ君のそばだ。ビーフジャーキーだ。ヘルメットだ。ない。地上へ続いていた。待ってくれ。ないぞ。ここが怪しい。あ、開いた。あった。あった。白紙の紙。ノートを見つけたが暗証番。あ、もう分かったよ。あそこでしょ。あれでチェックするんでしょ。でね、みんな一言言わせてくれ。あの雲のルートを通らないで戻る方法を教えてくれ。どう考えてもあの雲のルート通ってくださいねみたいな感じになってるだろ、これ。生きて戻れるかな。どうしよう。ダイナマイトが一つだけあるのか。さあ戻るぞ。頼む。頼む。ダメ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 。よし。ダメ。ドン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 。バックバック。こっち行き止まり。バクバク。そうだ、そっち行くんだ。ダメだよ、ダメ。ほら、向こう行って。そうそうそう。あ、痛いね。痛いよ。はいはいはい。はい、戻って。やめて。あ、痛い。ごめんね、本当に。ダメだって。俺のお肉。ていうか、戻れなくて、そういえばこう。ちょっとこれ、どこ行けばいいの。雲とすごい仲良く移動してるけど。痛い、そろそろダメです。皆さんごきげんよう。どこか、あ、何。いやー、あー、あ、よし。あー、もうこんなとこ痛くない。
右耳で何か怪しい扉だ。そう、行き止まりだ。奴らが叫んでいる。もう全員倒してしまったからね、このまま右行って曲がらないで右か。オッケー、シャフト12。あ、やべえ、アイテム取ってねえ。大丈夫じゃん、うん、まあ、頼んでね、皆さんが見てないとこで私はちゃんとこうね、とほほーって言いながら取ってるから。ここだろう、ここで紙を見れば。紙はなんだ、あ、これか。お、白い紙に文字が浮かび上がってきた。来たぞ。どこだその紙は。ノートか。お、空白のページ来た。紫外線の文字が書かれていた。パスワードは13371。 OK、 1371。よっしゃ、よし、じゃあ皆さんね、いや、進んだかな、うん、進んだので次回はあの扉をくぐったところあたりからやろうかな。ということでね、私はこの後終わった後アイテムを回収しに行きますはい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。今回はここまで、皆さんお付き合いいただきありがとう。生放送はこれにて終了。動画は来週、まあ生放送も動画も同じだね、来週金曜日21時からまた放送しますんで、よかったら見に来てください。ほんじゃ、またなー。